せーの、あなたのオアシスになりたいな、東京サバトンだよ。ピロピロ、間違えた、ピロピロ間違えた。はい、今日も一泉全力全身、横浜あさりです。はい、サバトールのパワフルエンジェル、平田めぐみです。くなっちゃった、よろしくお願いしますお願いします。はい、さてさて、お題が書かれてる、お題がいっぱいありますよ、ね、はい、1個目、ででん、どっちが好き、夏オア冬、サマーオアウィンター。英語、イエーイイエーイ。あさりちゃんどっち好き？夏。夏、前まではめっちゃ冬の方が好きだったけど、うん、今は夏、絶対夏。夏？そう、どっちやろう、うちな、うん、冬のこたつ。こたつは捨てがたいこたつでアイス、うん、あー最高最高いいな。でも夏は服可愛くない？なんかあの服可愛い、一枚、私ワンピース1枚で出かけるのがなんか夏でいいなって。でもな、焼けるやん。あ、日焼け止め塗ろう。それは塗るけど、なんかうちあの暑いのが嫌やからあ、まあまあ膝を強打しましたけどもだからなんかね、友達とかにも言ってんだけど、私物理的に日陰者になりたいって言ってて。日陰者？物理的に日陰者になりたいあの、もうずっと日陰に寄りたいああ、そういうこと。そう、なるほど。じゃあ冬の方が、そう、だから暑すぎるのは嫌やな。あの、アスファルトの照り返しの暑いのとかマジで、あー、まあ、まあ、あーするけどね、溶ける。確かにねあ、これなんか答えとか、決めた方がいいんですか？あ、決めなくていい。じゃあもう解決したの。冬が好きで、冬好き、夏が好き。はい、じゃあ次行きましょう。はい。生まれ変わったら男は女。おお、これ難しいところやね。ヒラメはどっちですか？コリン、でも。女かなあ、そっか、女の子かな。女かな。お化粧するの楽しいもん。それ楽しいやん。一番楽しい。髪の毛巻いたりとか、そうそうそう、いろいろできるし、おしゃれやな、楽しいの、ね、スカート履けない男の子だった。男の子っていうジャンルは最近存在するよ。なんか噂には聞いたことがある、うん、でもなんか男の子の方が足綺麗やわかる。確かに。あの足の綺麗さだけは欲しいからちょっと一瞬背の低い男の子とは迷った。少年とかだったら程よく筋肉もねスラッとついて。そう、でもな、それをやるとな、輝ける場所ってビジュアル系バンドとかだけになっちゃうかなと思って思って、おうって思って。あとコスプレ感、あーそっか、なるから、うん、店の場所がまあ確かにね、ないか。だからできる限り女の子がいいかなあ、でもな、生まれ変わったら身長伸びたい。あー、今身長何センチ？149 149、150、あ、1センチぐらい持ったか、持ったか。150センチ、150センチ、あっち161。結構身長差あるね。あ、そういやでもまあ踊るときはヒール履いたりするからさ、うん、そんな気づかれんけど、そう、下見たらあれって言われる。なるほどね。やばいな。なんかだいぶ話それちゃったけど、生まれ変わったらまあ女の子かな。結論女の子やね。女の子だな。うん、じゃあ次は、好きなのは関東は関西。え、めっちゃ迷う。迷う？いや、あー、でも私も迷うな。なんか、眼帯がずれる。なんか、あれ、なんか関西っていうより京都が好き。あ、わからんでもない、それなんか。だって京都のさ、うん、あのなんか伏見稲荷とか行ったりするの楽しい。あ、だから清水寺とか。まあ、奈良は鹿。あ、鹿ね。鹿結構怖いわ。あれ怖い怖い。あの鹿の角をさ、触ったことある？早く。怖い。あの、触ったことあんねんけどさ、あれ触った瞬間生ぬるくて、うわーって。あそこあったかいの？あったかいの？あったかいの？髪の毛みたいな感じじゃなくて、爪みたいな感じのちょっと血流れてるバージョンみたいにニュアンス、うん、あれじゃ、なんか切るじゃん、角危ないから。奈良公園とかにいるやつ、痛そうやん。痛いの？痛いの？痛いんじゃない？やめて、でも急に悲しくなってきた。
取れるんやろ一応。あ、早変わり式。早変わり式。なるほど、早変わり式か。そう。え、なんかテーマが関西が関東だでも思いっきり鹿の話になって関西かな。ご飯は関西好きなのは分かる。関西の方が薄味、薄味、だしとかよう使ってる味がする気がする。あ、ご飯はじゃあ関東かもしれない。嘘、ラーメンとかこってりしてるお店が多い。私があっさり派やな。あっさり派やな。あの京都のおばんざいとかが好き。あ、わかる。でも和食は好き。うん、よくない、うん、京都の店でさ、あのおぼろ豆腐とかの出来たてを食べれる店があって美味しい。オンかヒアどっちがいい？オンかヒア。オン。オンか出来たてのちょっとぬくい感じが美味しい。あ、まあ確かに美味しい。で、どっちが好きって話はさ、ご飯はって言っちゃったからさ、関西かな私は。どうやろうな、ふるさとを思う気持ちは私は忘れないよ。ご飯は関西が好きやけど、いろいろ考えると関東の方がやることは楽しいから好きかも。好きなことは確かにいろいろできるかも、ね、秋葉原とかさ楽しくない？秋葉原ね、数回してから行ったことない。そう、まだ全然行けてない。いやでもうちもライブとかだから行くけど、あ、うん、普通にはそんなに行く、行く、うん、あ、なるほど。でも一回アニソンライブを見に行かせてもらったことがある。うん、いいな、アニソンライブ。深夜のな、なんか DJ イベントのアニソンのやつで、ね、やってるね。みんなすごーっと思って途中で座って、あの後ろからおたけを売ってる人をこうやって眺めるのが、おー、すごーって見てた。楽しそう。楽しいけど誘えや。ごめん聞いてない、そんなの。ごめんね。結局なんだかんだだ関西かな、私は関西か、うん、じゃあ私は、うん、関東かな。あ、結論出たね、はい、出たね。終わりの時間が近づいてきたってマネージャーが言ってるよ。早いね、早いね。今来たとこだよ。はい、でもさ、なんか話それまくったね。そうだね、ちょっといろいろ話しすぎた、ね、うん、じゃああんまり話せなかったから次回に持ち越しということで、はい、持ち越しということで、それでは挨拶しますか。はい、じゃあせーの、あなたのオアシスになりたいな、東京サマードールでした。バイバイ。